はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。はい、それでは本日は、はい、まあ昨日アップした井上拓磨選手 VS アンカハス、はい、こちらなんですけど、あのアップした後に、まあ、すぐに、まあ、ESPN から正式な発表というか正式なニュースが出ましたね。これはボクシングシーンの方でも出ております。まあ、11月15日井上拓磨 VS ジェルウィン・アンカハス、はい、これはもう決まってるようですね。そしてアンダーガードが誰になるかと、まあ、昨日話してたんですけど、これもね一部でちょっと情報が出ましたね。情報が出たと言ってもこれはまだ自分あの ESPN から見つけたわけじゃないんですよ。海外のボクシングマニアの方が発表しておりますね。これただね、まあ、公式ではないんですけど、この方、この多分フィリピン人のオレさんという方なんですけど、まあ、この方は結構いち早く情報を仕入れる方で、まあ信用できますね。まあ、この方の発信によると、アンダーカード、はい、まず、帝拳ジムの、まあ、若手の新星、村田すばる選手ですね。ああ、もう今ね、徐々に名前を挙げてきてる村田すばる選手。村田すばる選手はアマチュア戦績が68勝12敗。そして現在のところプロで、5戦全勝 5KO。 しかもね、アメリカを拠点にして試合をしてるんですよね。これまで倒してきた選手がニカラグア人、アメリカ人、あと、フィリピン人2人か。はい、まあこういったところなんですけど、村田すばる選手はもうかなり期待されてますよね。これ、そろそろね、プロ6戦目で、ちょっと有名どころとやるんではないでしょうか。まず村田すばる選手の名前が上がりました。そして、次。はい、阿部玲也選手ですね。阿部玲也選手の名前も上がってますよ。阿部玲也選手は相手はまだ情報が出ておりません。ただ今阿部玲也選手の名前が上がっている段階です。阿部玲也選手は25勝3敗。阿部玲也選手は佐川選手に負けてからもう6連勝でもう勢いに乗ってますよね。本当に KO にこだわらない、もう本当にね、勝ちに徹する、まあ、アウトボクシングというか、もうトリッキーな戦いをしますね。現在のところ、阿部玲也選手は IBF1 位で、指名挑戦権を持ってますね。この IBF のチャンピオンの、ルイス・アルベルト・ロペスが、次戦がね、なぜかね、指名挑戦試合じゃないんですよね。ジョエット・ゴンサレスと試合をやるんですよ。その次に、阿部玲也選手と、まあ、決まる予定なんですけど、どうなんですかね。まあルイス・アルベルト・ロペスはまあこういった試合があるのにもかかわらず、まあ、フェザー級に上がってくるなら井上尚弥とやりたいとね言っているんですよ。いやこれね、阿部玲也選手と指名試合やってほしいとは思うんですけど、フェザー級統一選手校になる確率が今非常に高いんですよ。まあいろんな情報筋から今そういう情報を得て、せめてこれ阿部選手やってほしいですね。阿部玲也選手はただ IBF 以外でも WBO で4位。だから WBA で3位。なので、これもし11月15日、もう試合やるとしたら、本当にただの調整試合として、まあ弱い選手とやるのか、もしくは、まあそこそこ強い相手とやるのか。はい、どうでしょうか。まあこれね、IBF の指名挑戦者というのは、これ確かにね、入ってるんですが、今の流れだと、やっぱり、これ、どんどん目立っていかなきゃね、いけないんじゃないかなとは自分では思ってるんですよ。なので、自分の希望としては、まあ、強い相手とね、戦ってほしいですね。まあ、アベレイヤ選手はね、ほんとまあ、付き合いもあるんで、まあ、あんまりね、まあ、自分はまあ、好きな選手なんで、勝手なことはあんまり言えないですね。まあ、しょうがないですね、これは。はい。そして、もう一試合入ってるんですよ。これが WBA フライ級タイトルマッチがここに入るのではないかと上がっておりますね。それが WBA のフライ級チャンピオン、絶対王者ダラキアン VS 挑戦者の日本人、ユーリ・アクイ選手ですね。いや、これがここに入るのではないかと言われております。いや、このね、ダラキアンっていうのはね、もう絶対王者なんですよ。
ダラキアンは現在22戦全勝で、まあ、フライ級にしては KO 率高い 15KO あるんですよ。まあ、ウクライナの選手なんですよね、ウクライナね。ただ年齢がもう36歳か。身長リーチともに164センチですね。まあ、これダラキアンは強いんじゃないですかね。まあ、それに対して、ユーリ・アクイ選手。これ日本のユーリ・アクイ選手も強い選手ですね。ユーリ・アクイ選手はもう27歳、まだまだ若手。身長163センチですね。そしてなんて言っても、ユーリ・アクイ選手、もう経験豊富なんですよ。なんと2017年には中谷潤人選手、現在 WBO スーパーフライ級チャンピオンの中谷潤人選手と戦って負けてるんですよ。だがですよ、2018年にチャンピオンの矢吹正道選手、はい、こちらになんと勝利してるんですよ。いや、これはすごいことですよ。矢吹選手に勝っております。そして直近だと、桑原拓選手、大橋ジムのあの若手の、まあ、勢いにある桑原拓選手に勝って、その次にベテランの小川拓也選手に勝って、そしてフィリピンの若手、その当時全勝だったジェイソン・ベイソンにもう勝ってるんですよ。だからかなり勢いに乗ってますよ、これダラキアン。だからこれは面白い戦いですね。もう絶対王者のベテランのダラキアン、ここに対して若手でもう勢いをつけてるユーリ・アクイ選手、これがね面白い戦いですね。ベテラン対新星、ダラキアンを崩すのは誰か。はい、俺ユーリ・アクイ選手は今勢い乗ってるんでありますね。はい、とにかく今ね、今だからボクシングマニアの方がこういう情報を出しておりますね。これ、確かにこれだけ試合が入っていると、まあさすがにね、横浜アリーナとかそういう規模ではないと思うんですが、これどこでやるんでしょう。大田区総合体育館とかちょうどいいんじゃないでしょうか。まあ大田区総合体育館で、まあ、これいいですよね。ただこれ平日なんですよね、11月15日水曜日、超平日なんで、もしかしたらですよ、これもだから平日にやるってことは集客をあまり求めてないってことなんですよね。まあだからアマゾンプライムとかの、まあ、ペーパービューというか、まあそういう視聴の収入をね得て、そして、まあ、会場にはお金をかけないといったところじゃないですか。後楽園ホールということもありえますよね。これがだから後楽園ホールでやるのであれば、ちょっと見に行きたいですね。まあ大田区総合体育館でも全然いいんですけど、まあメインがだから井上拓磨バーサスジェルミ・アンカハス、あれですね、なんかクロート好みの試合が揃ってますよね。これどうなるでしょうか。だからダブル世界タイトルマッチということになるんですよね。まあ村田選手の豪快な KO が見れるか。ただね、ちょっともう世界ランカーぐらいとそろそろやってほしいですね。もう十分見せてはいるんで村田選手は。そして阿部レイヤ選手ですね、この日入るかどうか。一応ね、阿部レイヤ選手今週ねコラボライブ誘ってみようかと思います。まあね、ただね、試合情報っていうのはどこまでね喋っていいかっていうところですよね。まあ、本人がどこまで、本人のところにはどういう情報が入っているのか、まあ、それだけでも聞きたいところですよね。一応ね、今分かっているのがここまでとなります。いやー、それではね、そろそろね発表あると思いますよ。皆さんね、楽しみに待ちましょう。それでは本日はここまでとなります。チャンネル登録、あとツイッター、インスタグラムをフォロー、皆さんよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。